Hello everybody! Thank you so much for checking out Christmas Room!Yay! あの皆さんからたくさんお祝いのコメントをいただいて本当に感謝の気持ちをね、Thank you っていうのをお伝えしたかったんですよね。あの、無事にですね、9月24日の午後7時28分、ニューメキシコタイムにですね、僕の次男、Bowen アレックスが誕生いたしました。イエーイいや、ほんにね、元気な子供でね、あのきっとお兄ちゃんもすっごいあの幸せで、お母さんもあの幸せで、家族もね、家族として今すっごい大切な時間を過ごさせております。もう睡眠時間がね、変わってきますね、この赤ちゃんが生まれると。So I just w a n t a say thank you so much, you guys, for your lovely, awesome messages. で、今日ね、お話ししたかったポイントは、この 丸ツ感覚についてなんですよね、あのやっぱり、セルフデベロッメント、日本語にすると、自己啓発、自己啓発っていう言葉ですよね、僕ね、よくね、自己開発と間違っちゃうんだよね、<laughs> 自己啓発、難しいね、啓発っていうんだよな、まあまあまあ、自己啓発をやっていると、なんかね、そのなんか普通に生きる、ね、ありのまま。 の自分として人生を楽しむっていうのを忘れちゃうっていうか忘れがちにならないかな僕本当によくそうなっちゃうんですよねなんか成功成功違う自己啓発成功啓発じゃない自己啓発 self development でなんかねプロジェクトマネージメントをね学んだりとかなんか時間の管理を学んだりするとああ今日時間管理ができなかったなとかああプロジェクト管理うまくできなかったなってあって僕の頭がどこにフォーカ どうかするかっていうと。 その僕がまだできてないところにフォーカスしちゃうんですよね。ねこれできなかったって。で、僕はまだ足りないな、みたいな感じになっちゃって。で、なんか自然に大成功している人と自分を比べちゃうのね。例えば僕の場合だったら、なんか成功している YouTuber とか、ねなんか成功している本を書いている人とか、ね、ビジネスのやってる人だったら、なんか自分をイーロン・マスクと比べちゃうとか、そういう時ってないですかねあるよね。や、あるよね。ねえ、ね、そのなんか、もっとそう、自分を自分より上の人と比べちゃう。 なんか自分まだこうだよねって言って自分ダメなんだってなんか思いがちになっちゃうんだよね。で僕はちょっとこの子供が生まれるっていうことでその子供が生まれる前にちょっと忙しくして頑張っていろんなプロジェクトを終わらせたんですけれどもちょっと子供が生まれた後にやっぱどうしてもねあのねなんかいつ,いつもみたいに働けないっていうか、ね、でそれでこの何て言うのかなその何て言うのなんかなさらさらなんか子供が生まれて幸せなんだけど。 ね、なんか自分のビジネスがビジネスっていうかプロジェクトがなくなってくみたいなそういう恐怖にちょっと一瞬入ったんですよ夜とかにああやばいとか、ね、でもっと YouTube 作らないといけないプロジェクト進めないといけないってで,でもちろんね,ね何言ってるの子供も生まれたばかりだから何言ってるのよ大丈夫だよってでもすごいいい経験をしたんですよで何が,何があったかっていうと例えばあの子供が生まれて2週間経ったら奥さんがちょっと午前中はねもう時間大丈夫だからしねで って感じで僕仕事に戻ることがでできたんですよでそしたらその自分がフォーカスしていたのができていなかったこととかもっとやるべきことっていうところにフォーカスしてあーってなっててでこれを僕はちょっと気づいてこれすごいなんか自分のゴールがあるから自分がネガティブになってるんじゃないかなって思ってでもう本当に怖かったんだけどゴールを手放したんですよ。 ね、例えばやらないといけないこととか自分の時間管理とかねあの運動してなかったとかそういうのをもう全部手放してでなんかちょっと飛行機からねパラシュートなしで飛行機から飛び落ちるみたいな感じでわーって言って地面いつか当たるんじゃないかなと思ったら,から地面に当たらないんですよねで何が起こったかっていうと今自分が生きている素晴らしい環境とか素晴らしい時間とか家族の時間とか環境とか ね、すごい嬉しいこと前は心配していたから気づかなかったことになんか気づけるように自然になってきたんですよそうしたらねなんか僕の幸せ度がアップしていや別にさ大丈夫じゃんみたいな感じででなんかこのできない自分をそこまで治そうとするんじゃなくてなんか普通に生きているのがすっごい楽楽になったっていうか楽しくなった なんか普通に生きているのに僕は罪を感じていたっていうか、普通に生きているのはもっと頑張らないといけない、もっと成功しないといけないっていうのを、なんかそれをなくして、でなんか幸せ度がアップしたんですよね。ね。だからこの自己啓発、自己開発、自己開発じゃない、自己啓発の罠っていうのは本当にあると思うんだよね。 ね、例えばそのプロジェクトを進めないといけないなんかあの子かあの時は宿題をやらないといけないというのはよかったんだよねなんか日記を終わらせないといけないとかあの僕小学校の時日記があってすごい日記難しかったからもう何ヶ月分たまってるんだよねうわっ,って感じで、ね、あとテストがあるから頑張らないといけないでちょっとその中学とか高校になるとその受験頑張らないといけないよね今の自分は足りないんだもっと努力しないといけないって周りの人たちがいるとその周りの人たちがもっと頑張っていてで今度いい大学に入らないととかいい大学からいい職に就かないとって仕組み で今度職に就いたらもっと頑張らないと上司が言ってることを言わないとで社長から言われたことを言わないと断っちゃいけないみたいな感じでこのなんか,なんかスパイラルみたいなね負のスパイラルじゃないんだけどそういうのにグーってなんか入っていっちゃってねでこの普通に生きる普通にね人生を楽しむっていうのを忘れがちになっちゃうと思うんだよね,ねだから本当に僕がなんか最近ね気づいてねなんか。 すごい僕をなんか救ってくれたのは別に成功しなくても大丈夫なんだよって。 ね、でなんか僕がイーロン・マスクみたいに頑張ってね、成功しようとするとかね、そうならなく、イーロン・マスクがいるから大丈夫だって、他にうまくいってる人、上用の人がいるからよかったねって、その人たちもね、家族だからね、ある意味に、に、ね、人類の家族っていうかね、なんかね、スピリチュアルファルミー、ね、スピリチュアルファルミーはちょっとちゃう。まあまあ、ね、だからその、なんていうのかな、気をつけないといけないのは、この別に成功しなくてもいいんだよって、で、この成功しないといけないんだっていうのが恐怖を呼んで、で、恐怖を呼ぶと自分がどのぐらいできていないのかっていう、そのスピリチュアルファー スパイラルに、ね、ハマっちゃうからで、今度ちょっと成功してももっともっと上の人が永遠にいるからねでちょっとね例えば YouTube でチャンネル登録者1万人いったら今度10万人の人もねいてその人が頑張ってる10万人いったら100万人100万人いったら1000万人1000万人いったらねだからもっともっと次のレベルっていうのがあるからそのありのまなんか別に成功しなくてもいいんだっていう自由ねそのディス n m メント その識別力を識べ、識別、識別 ?discernment っていうのね、ジャッジしないの。自分が成功できている、成功できていない、成功しないといけないんだっていう丸抜感覚で罰を作らないで、そことは距離を置いといて、よし 自然のありのままで楽しもう。ありのままで僕はこういう仕事をやってて楽しみたい。ありのままでもっと時間管理を楽しみたいなとか、プロジェクト管理学びたいなとか、ね、別にそれをやらないと自分が、ね、ダメになっちゃうとか、そういうのを、ね、そういう感覚ではなくて、ね、その discernment. 距離を置きながらそういうのを学んでいくっていうのがすごいいいなって思いました。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. I'm so excited. And I want to say thank you so much for your lovely comments. ね、いろんなところからコメントをいただいてね、全員にコメント全然返してないんですけれども、ね、ちょっと無理っていうのもあるんだけど、本当に thank you so much。でね、もしこのビデオがいいなと思ったら、ぜひ、LIKE ボタンを押していただければ幸いです。Alright, you guys, I will see you next time. ありがとう